えー、マスアートです、えー、聖書メッセージの時間となりましたあ皆さんいかがお届けでしょうか、えー、今日は、えー、レビ記からの4章からの御言葉の時となりますで、お祈りいたします、えー、天の父な神様この聖書メッセージの 初めから我まで導いてください、えー、感謝してイエス様の名前によってお祈いたします雨、メ、えー、感謝いたします、えー、聖書を読んでそれぞれ一章読んでからの、えー、御言葉の時となります、えー、今日は礼儀4章ですね、えー、まだ、えー、注目する、えー、御言葉をおお、えー、まだお神様からいただきたいと思いますでは行きます レビキ、はい、4章ついで、えー、主はモーセに告げて仰せられたイスラらじに告げて言ええー、もし人が主がするなと命じたすべてについて誤って罪を犯しその一つでも行った場合もし油注がれた妻子が罪を犯し民がトガを覚えるならその人は自分の犯した罪のために 傷のない若いお牛を罪のためのいけねえとして主に捧げなければならないそのお牛を会見の天幕の入り口のところ主の前に連れてきてそのお牛の頭の上に手を置き主の前にそのお牛をほふりなさい油注がれた際子はそのお牛の血を取りそれを会見の天幕に持って入りなさい その祭司は指を血の中に浸し死の前すなわち聖女の垂れ幕の前にその血を七度振りかけなさい。祭司はその血を会犬の天幕の中にある死の前の香り高い甲の祭壇の角に塗りなさい。その大牛の血を全部会犬の天幕の入り口にある前所のいけねえの祭壇の土台にすがなければならない。 その罪のためのいけねのおうしの脂肪全部をそれから取り除か,除かなければならないすなわち、えー、内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪全部2つの腎臓とそれについていて腰の辺りにある脂肪さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の所要と取り除かなければならない、えー、これは和解のいけねえの 牛から取り除く場合と同様である。妻子はそれらを全焼のいけねえの祭壇の上に焼いて煙にしなさい。ただしそのお牛の皮とその肉の全部、さらにその頭と足、えー、それにその内臓とお仏、そのお牛の全部を縮。えー のの外の清いところすなわち廃捨て場に運び出し、えー、竹木の火の中で焼くことこれは廃捨て場で焼かなければならない、えー、またイスラエルの全回収が誤っていて、えー、あることが集団の目から隠れ、えー、主がするなと命じた全てのうち一つでも行い咎で咎を覚え,る覚える場合彼らが犯したその罪が明らかになった時に集団は罪のためのいけねえとして 若いお牛を下げ、会見の天幕の前にそれを連れてきなさい。そこで会斐の長老たちは、主の前でそのお牛の頭の上に手を置き、そのお牛を主の前でほふりなさい。油注がれた妻子は、そのお牛の血を会見の天幕に持って入り、妻子は指を血の中に浸して、主の前、垂れ幕の前にそれを七度振りかけなさい。 彼はあその血を会犬の天幕の中にある死の前の祭壇の角に塗らなければならない。えー、彼はその血の全部を会犬の天幕の入り口にある全焼のいけねの祭壇の土台に注がなければならない。死亡を全部をその大石から取り除き祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。この大石に対して彼が罪のための いけねえの王子に対してしたようにしなさいこれにも同様にしなければならないこうして祭司は彼らのためにあがないをしなさい彼らは許される彼はそのおうを宿営の外に運び出し最初の王うしを焼いたようにそれも焼きなさいこれは集会の罪のためのいけねえである上に立つ者が罪を犯しその神主がするなと命じたすべてのうち一つでも誤って行い 後で咎を覚える場合、または彼が犯した罪が自分に知らされたなら彼は捧げ物として傷のない親父を連れてきてそのヤギの頭の上に手を置き全身のいけねいをほふる場所で死の前にそれをほふるいさい。これは罪のためのいけねいである。最初は 指で罪のためのいけねの血を取り、それを全焼のいけねえの祭壇の角に塗りなさい。また、その血は全焼のいけねえの祭壇の土台に注がなければならない。また、彼は若いのいけねえの死亡の場合と同様に、その死亡を全部祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。祭司は、その人のためにその人の罪のあがないをしなさい。その人は許される。 またもし一般の人々,人々の一人が主がするなと命じたことの一つでも行い誤って罪を犯し後でとを覚える場合または彼が犯した罪が自分に知らされたなら彼は犯した罪のためにその捧げ物として傷のない親父を連れてきてその罪のためのいけねの頭の上に手を置き前所のいけねの場所で 罪のためのいけねをおふりなさい。祭司は指でその血を取り、それを禅宗のいけねの祭壇の角に寄りなさい。その血を全部祭壇の土台に注がなければならない。また、脂肪が和解のいけねから取り除かれる場合と同様に、その脂肪全部を取り除かなければならない。祭祀は死への斜めの香りとして、 それをサイダの上で焼いて煙にしなさい。最初はその人のために贖いをしなさい。その人は許される。もしその人が罪のための、生贄のために捧げ物として子、えー、羊を連れてくる場合には、傷のないお、えー、羊を連れてくなければならない。その罪のための生贄の頭の上に手を置き、前書の生贄をほふる場所で、罪のための生贄としてほふりなさい。 祭祀は指で罪のためのいけねの血を取りそれを全宗のいけねえの祭壇の角に塗りなさいその血は全部祭壇の上に土台に注がなければならないまた若いのいけねえの子羊の脂肪が取り除かれる場合と同様にその脂肪全部を取り除かなければならない祭祀はそれを祭壇の上で主への火による捧げ物の上にのせて焼いて煙にしなさい 最初はその人のためにその人が犯した罪の贖いをしなさい。その人は許される。感謝いたします。えー、今日はまあこのまあ聖書を読んでで私自身がどう応答するか。この、えー、今日はこの、えー、まあ許される。 罪のための生贄として許される旧約聖書その人は許されると大を掲げさせていきたいと思います。えー、ではお祈りいたします。えー、天の父なの神様この御言葉を神様感謝いたします。この聖書一貫として私の救い主一周イ,イエス・キリストが罪、えー、この えー、救い主、えー、ががが完成されました救い主が、えー、十字架で尊い血を持ってあがない代化その血を流してくださいました尊い血を先ほどデビキを見るとおデビキの時代にはいろんな動物またいろんな あ罪のためにそれぞれ具体的に、えー、若い、生贄にえ、善生等がありますけど今、現在、私この新約また聖書があるこの時代、えー、私の過去の罪、えー、現在の罪、将来の罪全ての罪が神様自身神様ご自身の子供が所マリオを通してこの世に来られて2000年前イエス様が来られて救いにして来られて 神様自身に来られて、贖がないとして、大会として、私のため、あなたのために、えー、人類のために、十字架でその地を贖がなって、大、えー、会として、おふられました。イエス様がおふられました。感謝いたします。えー、この生きる目的、生きる人生、えー、のために、えー、イエス様がおふられました。感謝いたします。許されました。感謝いたします。この、 恵み、福音を心より感謝いたします。イエス様は十字架で尊い血を流され、そして赤、えー、に葬れて三日目に海がありました。感謝いたします。ケ、え、パ、ー、をはじめ、五百人の方々に、えー、現れて、そして天に昇る時、また来ると約束され、そして助け主を与えると言われ、助け主はその後、ご,ご純節にお答えりになりました。えー、この聖霊がくだされました。 父なる神、えー、イエス様は今十字架の遠い,遠い神様の右の座に座して私たちのために、えー、祈っておられます。神様、感謝いたします。この恵み、えー、福音を心を感謝いたします。まあ今日のお注目する点。 許される、えー、私たちはなかなか、えー、許すことができないものですね。えー、この特に今日はこのまあ、3。5節の後,後半の部分ですけど、えー、この3。5節、また和解の生贄の子羊の死亡が取り除かれる場合と同様に、その自分を死亡全部を取り除かなければならない。妻子はそれを最大の上で主への火による捧げ物の上に。 乗せてて焼いい煙しなさ最初はその人のためにその人が犯した罪のあがいないをしなさい。その人は許される。感謝いたします。その人は許される。まあ、私たち許されたものです。神様によって、イエス様を信じる信仰によって、イエス様の十字架によって、イエス様の地によって、イエス様,エス様があがなってくださったことによって、許されたものとして、永遠に 生きるものですこの罪、えー、エペソベトの手紙の私がイエス様を信じる前、霊的に死んだもの、まだあ許されてないものでした。霊的に許されてないものでした。えー、この、えーえー、エペソベトの手紙ですね。エピソビトの手紙、霊的に なエピソードの手紙2章の1節から3節をお読みいたしますあなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであってその頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の頃の中に働いている霊に従って歩んでいました私たちもみんな かつては不純純の蔵の中にあって、えー、自分の肉の中,の自分の肉の肉の中に行き、えー、肉と心の望むままの行ない他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき蔵でした、えー、この私は見怒りを受けるべき蔵でしたけどイエス様によってイエス様信じる信仰によってイエス様信じるものによって 永遠の命が与えましたあ、感謝いたします神様のことされました許されました感謝いたしますこの許し罪の許し生きる望みを誇る感謝いたします、えー、許される許された心神様のことされたー喜びを、えー、賛美を持って、えー、お答えしたいと思います えーまあ、その前に喉を少し潤ります、えー、神のことさえー、感謝いたします、えーえー、大好きなあ歌がありますね、えー、出てきますかね「えー、罪とが許せ罪が許され、えー、許されましたですねほん、えー、まに、あ、このこの聖火232番 確信ですね、えー。第一ヨハネ三章二節、愛する者よ、我ら今、神のこと、神のことされました。許されて、神のことされました。ではいきます、えー。喜んで、許された喜びを持って、えー、聖歌の232番、罪とが許され。ささはい、罪とがを許され。 神のことなりたる我が魂の喜び比べうるものなし日もすがら明かしせんもすがら主を褒め見救いは耐えなり見救いはくすしと 主にまたく従い、安きえし我が身に、まつ屋の歌声、響きくる心地す。日もすがら明かしせ線、よもすがら潮方みす救いは絶えなり、 見救いはくすしと、主のものとせられし、我が身こそさじなれ。感謝なき日はなく、賛美なき弱なし。日もすがら明せ線、夜もすがら朱をほめん。 御救いは絶えなり御救いは屈しと感謝いたします、えー、罪とが許され私は許されたものです今日のまあレビ記ですね既約聖書はイエス様によって、えー、私はいろいろな備え物 犠牲また儀式をしなくても、イエス様のが私のために十字架でその尊い血を流してあがなってくださいました。感謝いたします。この許された者として神様が許してくださいました。私は生まれながら先ほどエピソード1の手紙の2章を読みましたけど、見怒りを受けるべき、これですけど、私は許された者として喜び。 がります現在、えー、このコロナまだ落ち着きませんね6波7波と言われていますけどまだ落ち着きません、えー、私自身も3回目のワクチン接種を受けましたまだ4回5回、えー、まあこのインフルエンザみたいに、えー、この、まあ、日本においては第5類になればまだ コロナですねまたあロシアがウクライナに兄弟国と言われたまたかつてはソ連のでしたけど、えー、ロシアがウクライナに侵略して多くの血が流されています、えー、この現状によって地下によって変更するこの現代、えー、まあインが あ弟・アベルを殺した殺人以来このようにえ人間が人間によってまあ特にえこの現代においてこの戦争ですねえロシアがウクライナに侵略して多くの血が流されていますまだ流されていますえこの現在この混沌とした。 病気、またコロナまた戦争またいろんなあ病気やまたこのような混沌した時代にあって私の生きる望み生きる過程はどこにあるでしょうか私も若い時にこの二十歳の時にイエス様を信じる信仰を歩みによって許された喜び救われた喜びを感謝いたします。 あなたも許されませんか、えー、イエス様はすべて私のところに来るものは神の子として、えー、許してくださいま誰一人として、えー、許されないものはありません、えー、ヨハネの福音書3章の36節イエス様は一人として滅びることなく、うんえー、天国に行くことをい幸いの永遠の命に預かることを望んであります あなたも許されますどうか許されたものとなることをお,お,お,お祈りいたします。ヨハネの3章の36節神は実にその独り子をお与えになったほどに弱されたあなたですね。はい。えー、それは御子を信じる者が独りとして滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章の16節、えー、今日は まあれきえーまあ、旧約時代、えー、この、まあ、儀式いろいろな遺作、えーまあ、もおアブラハムもその遺作をお神様から捧げなさいと言われて放浪としましたけどお,お羊が当たり合いました、えー「イエス様が私のため罪のために尊、えーえー 血を流してくださり代価としてあがなってくださいましたあなたも許されています、えー、私はなかなかこの許されないものですけどこの許された感謝の喜びがあります感謝いたしますあなたも許されていますこの恵み幸いに預かってみませんか、えー、今日のこの、うん、礼引き、えーまあ えー、このいろいろなあ具体的な説明はしませんでしたけどこの私の根本とするところこの聖書が言わんとするところは私の主イエスキリストが十字架の地で、えー、全人類の救済が完成されましたあなたもよされていますこの恵み幸いイエス様を信じる幸いに扱ってみませんか、えー、感謝して、えー、この時を この聖書メッセージを感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします雨、ー,えー感謝いたしますまずはです、えー 牧師、また、宣教師、えー、伝道師もありませんけど、一教会員が、一クリスチャンが、証として、このように、えー、マサアートの YouTube チャンネルで、えー、発信させていきます。い,いただいています、えー。チャンネル登録、また、コメント、また、今、まあ、厳しいご指摘がありましたら、まだまだ、えー、未熟なものですけど、ご意見とよろしくお願いします。えー、マサアートでした。また、次回の聖書メッセージでお会いいたしましょう。See again, let's pass on please. Shalom, bye, shalom.